こんにちは、柳田理科の1日1科学。私たちが生活の中で使うガスにはメタン、プロパン、ブタンの3種類があります。この3つは燃やした時に出てくる熱の量以外にも大きな違いがあります。それは運び方に現れています。ガスは気体なので、そのまま運ぼうとすると大きなタンクが必要になります。でも液体にすると体積が小さくなるので、ガスは液体にして運んでいます。プロパンとブタンはぎゅーっと押し縮めるだけで液体になります。例えばプロパンは9分の1にまで押し縮めると、少しずつ液体に変わっていって、最終的には300分の1の体積になります。プロパンガスのボンベにはそうなった液体のプロパンが入ってるわけですね。でも9分の1以下に押し縮めるにはものすごく強い力が必要なので、プロパンガスのボンベは厚い鉄板でできています。ブタンは2分の1以下に押し縮めると液体に変わり始めて、最終的にはやはり300分の1ぐらいの体積になります。でも2分の1以下でいいのだったら、それほど強い力は必要ないので、ブタンのボンベは薄い鉄板でできています。そしてメタンは普通の温度ではどんなに押し縮めても液体にはなりません。そこでマイナス162度に冷やした上で押し縮めて液体にして、外国から船で運んでいます。そして港にある施設で気体に戻して、ガス管を通じて家庭や工場や発電所に送っているわけです。今日の一日一科学。ガスは液体にすると体積が小さくなる。カセットコンロのボンベを振ってみると、確かにブタンが液体になっているのがわかります。また明日。